んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月最後の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ例年であればこれから4月始まって新生活の人も多いんじゃないでしょうかとか、引っ越しされたり、環境変わった人が多いかもしれませんとかって話してるところですけれども、まあそういう方もいましょうが、今年は何事も先が読めなくて、いろいろ、そういうルーティーンの、状況、いつもならこんな感じだろうっていう状況も違ってくるのかなと思いますけれども、まあ、2020年がこんな感じになるとは、思わなかったというかね、まあ、前代未聞なことが続いていて、こう今喋ったことが、数日後、今週中にどんな意味を持つのかとかもね、よく分かんなくなってきてますけどもね。オリンピックが延期されるっていうニュースもびっくりしましたし、びっくりしたといえば、またなんか知り合いの結婚をニュースで知るっていうのもねあったんでびっくりしましたけどもね。あとニュースで言うと、まあ、いいニュースもありましたね。あの映画秘宝がという雑誌が復活するっていうニュースが入ってきて、で、ニュースによれば4月下旬に双葉社から今度は出るんだっていうニュースを見てね、やっぱり嬉しくなりましたね。あと嬉しいと同時に早いなって思いましたけどね。思ったより復活するんだろうな、釣ればいいなって思ったけど、思ったより早いっていうね。なんかこう別れを惜しんでる間になんかまた始まったっていう印象でしたけれども、でも一方で最近こう新作映画をちょこちょこと見ている間にも、あ、この新作映画の記事秘宝で読みたいななんていう風に思うこともあって、そこでこう不在を痛感するみたいなこともあったんでね、あの早く出て新作のこととかね、それを解説する記事とか読みたいなと思うんですけどもね。最近だとあの屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカっていう映画を見てね、これの特集秘宝で読みたいなと思ってましたしね、あの殺人鬼特集とか絶対やってくれるだろうから早く読みたいなと思うんですけれども、秘宝といえば、あの前に僕があのポンチの監督の、過去作品を映画でやってるた時期があって、とある映画館 で殺人の追憶がちょうどよくやってたんで、それを見に行ったんですね。で大変やっぱり面白かったんですけれども、その帰りに映画館出たところで秘宝の、編集をやっていた岡本さんっていつも毎年お世話になってる方とすれ違いまして、で、あ、どうもなんて言ってね。で彼はその後の回だったかなのデパルマっていう監督がいるんですけど、そのデパルマ監督の新作のドミノを確かあれは初日に駆けつけていらして、で僕もね、そのドミノを殺人の追憶の後に連続で見ようか迷ったんですけれども、まあ、殺人の追憶みたいな結構ガツンとくる作品の後に見るとちょっとごっちゃになっちゃいそうだなって思って見送ったんですけどもね。もうすれ違いざまに、あのデパルマですかって言ったら、あ、そうですそうですなんて言ってすれ違ったんですけど、もう本当あれね、映画好きな人って本当映画館ばっかり行ってるのね。本当になんかそういう場所には人が集っているんだなっていうのを思いましたけどもね。その秘宝がまた戻ってくるっていうね、また出たらすぐ買いたいと思ってますけれども、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。はい、それではお便りを紹介していきます。ラジオネーム七子さんからいただきました。埼玉県20歳の方、内山さんこんにちは。私は大学でラジオサークルに入っているのですが、最近ネットラジオで一人番組を始めました。ほう、もともとラジオが好きで長年いろんな番組のリスナーをしてきたので、私もラジオパーソナリティになれるかなと思ったんですが、一人で喋り続けるのってこんなに大変なんですね。番組をめげずに続けていきたいので、一人で喋りきるコツを一つ教えてください。でしょ？一人で喋るのって本当変、大変というか変なことですよ。皆さんもね、やってみてください本当に。まあでもラジオサークルっていうのがあるんですね。どんなことするのかなと思ったけど、そういう自分が喋り手となって番組を作ってみるっていうことをしたりするのね。でラジオ好きで、リスナーやってきたからいけるかなと思ったけれども、一人で喋り続けるのが大変だと。番組をめげずに続けていきたいので、一人で喋りきるコツを一つ教えてください。どんな内容でやってるんですかね。内容によるのでいかんともしがたいですけれども、でもこうやって考えてみると、自分でもやってみて、もう今日で271回目ですけど、やってみて思うのが、
複数2人とか3人とかもっと4人5人とかでやるラジオっていうのと1人でこうやってずっと喋るラジオっていうのは全然違うスポーツっていうか、もう全然違うんだよね。こう全然違うって言ってもあんま伝わんないかもしれないですけど、人と喋ってるとやっぱり空気の読み合いみたいなことも起こるし、その音に乗らない部分での情報っていうのもすごい見えてきて、なんだろうな、その目の前にじゃあ2人だとして、2人で喋っていて向こうの人が僕の話を聞いてる時の向こうの人の表情だとか、あと向こうが喋っててその表情から、あ、この話もうすぐ終わるんだろうなとか、あとこの話もう続かないからどうしようっていう顔してるんだろうなとか、なんかそういう内容外の部分がどん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 見えてきて、でじゃあ自分はこういう話をしようだとかっていう、そういうこう共同作業みたいな部分もあるし、なんかだから全然違うスポーツだなと思うんですよね。でさらに言えば、一人で喋っている、状態もなんかジャンルがあるのかなと思っていて、一人なんだけれども作家さんが目の前にいて、今も僕の番組もそうですけれども、作家さんが目の前にいて、なおかつ作家、構成作家の人が喋るとかね、まあ、大いに喋るとまではいかないまでも相槌を多めに打ったり、ちょこちょこ補足情報を実際に喋って、あ、この聞くリスナー側も、あ、この人が目の前にいて、あ、喋ってるんだなっていうのが目に見えてくるような形だとか、あるいは作家さんに限らず関係者の人、スタッフの人、マネージャーさんとか、なんかそういうスタッフがキャラ化していく型の一人喋りの番組とかもあると思うんですよね。だからそこでも分かれると思っていて、そういう意味で奈々子さんがどういう、方でやってるのか分かんないですけど、ここの番組みたいに本当に一人で喋って、本当、まあ、目の前とかガラスの向こうには撮ってくれる人がいるんだけれども、基本的に虚空に向かって喋り続ける状態っていうのはね、本当頭がおかしくなりそうになりますよって言っても誰も喋ってくれないからそうなんですよ。つまり何か意見を発した時に、あ、そうだよねって言ってくれる人をなんか想定しながら喋って、で自分で勝手に話進めなきゃいけないから、何かと喋ってて勝手に話し続ける人ってダメじゃん、普通に考えたらダメな人にならないとやらないっていうね。だからこのノリを日常生活に取り入れると本当に嫌な人になっちゃうんですよね。ずっと自分の話だけしたい人には向いてるのかもしれないですね。まあ、もちろんそのリスナーの聞いて言葉を咀嚼するタイミングとか、それにかかる時間とかも想定しなきゃいけないんだろうけれども、だから本当本当の意味で一人で喋り続けるっていうのはね、どうかしてるなと271回目にしても改めて思うわけですね。で、まあ、そんなことを踏まえながら一人で喋りきるコツがなんかあればいいなと思うんですけど、だからフリースタイルでいける人はいいですよね。そのオープニングトークならオープニングトークで、あ、3月の終わりかとか、あ、最近こういうことあったなっていうのを何にも書き出しておいたりとかせずに、ポン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 喋れる人、言葉途切れずにいける人で、何か喋ったら連想ゲームで、あ、こんな話もできたな、あ、でもこれは世の中に出せない情報だなっていう取捨選択をその場でもうリアルタイムでポン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 できる頭の回転の速い人で喋るの上手い人だったらフリースタイルっていうのもありかもしれないけど、僕はそれができないので、割とだから準備を入念にやるスタイルっていうのが国語で喋る方には結構合ってるのかなと思っていて、その大変さを今感じているのであれば、だから大体その番組の構成を頭に思い描いて、これくらいのトピックがあればいけるだろうっていうのを掴んでいって、だからその一字一句書くのではなく、じゃあオープニングはこういう話題を並べていこうっていうのを書き出していって、あとなんていうか物事の順序というか、こういうきっかけで喋り出して、ここに論理を展開して、で結論この辺でっていうのを大体決めとくとやりやすいんじゃないかなと思いますね。でそれで埋まることは埋まると思うんですけど、それが面白いかというとまた別の話で、そこが難しいところだと思いますね。なんかね、予定調和すぎても面白くない部分があるのかなと。なんかその目の前に見えたことが面白い話が始まる可能性も大いにあるし、だからまあでも一つスタイルとしてはそれがおすすめできるかなと思います。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えていらっしゃる悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます。ラジオネームひなみさんからいただきました。女性、25歳、東京都の方。内山さんこんばんは。初めてメールを送ります。突然ですが相談です。先日高校の同級生から結婚式に招待されました。まあ、25歳って割と一つ節目というかね、僕もラッシュの時期だったかもしれないですね。招待してくれた彼女とは、バドミントン部でのペアでもあり、クラスも2年間同じで、なんと出席番号が前後とかなり同じ時を過ごしたと思います。しかし思い出してみると、私の高校生活は割と彼女に振り回されていたように思います。部活でもクラスでもです。正直喜ばしいお話ですが、心から祝福できない自分もいます。え、またいやらしい話ですが、結婚式となるとご祝儀や宿泊費の金銭的問題もあり、参加するか悩んでいます。内山さんは高校の同級生と今も仲良くしているお話などが印象的ですが、私のような状況になったらどうされますか？ちなみに部活のメンバーはほぼ全員参加しそうな感じです。PS、 内山さんの演技が大好きです。これからもお体にお気をつけて頑張ってください。はあ、なるほど。25歳女性の方で同級生が結婚すると、で嬉しいことかと思いきや、まあ、そしてなおかつ結婚される方はバドミントン部でペアを組んでて、クラスも2年間一緒、出席番号が前後って、もう一日中一緒ですよね、それだと。なんだけれども彼女に振り回されていた、部活でもクラスでも、心から祝福できない。一体何があったんだその高校生の間に。でなおかつ、またいやらしい話ですが、ご祝儀や宿泊費の金銭的なマネーの問題もあるので、参加するか悩んでると。確かそうですよね。祝福で、心から祝福できない人の結婚式のためになんでお金出さなきゃいけないんだと思うのは、まあ人間ですよね。で、高校の同級生と今も仲良くしているお話なのが印象的ですが、そうですね、仲いいですね。私のような状況になったらどうされるかと。部活のメンバーはほぼ全員参加しそうだと。なるほどね。まあ、まずもってちょっと推測で前提を詰めていきますけど、東京都の方で、同級生から結婚式に招待されたけれども宿泊費を気にしてるってことは、東京でその結婚式なり披露宴なりが全て行われるわけじゃないっていうことなんですかね。例えばこう、今は上京してきた状態で、地元の、まあ、地方なり、地元の方に行って、そこで行われるから宿泊費とか移動費とかを気にしてるってことなのかなと、ちょっと勝手にだから推測して進めていきますけれども、そうですね、難しいですね。まあこの関係性がちょっと本当微妙な関係性というか、読み取りにくいですよね。外見だけというか、ここの情報だけ読むと、あ、それだったらめっちゃ仲いいんだろうなって思うようなところですよね。席も近くてクラスも一緒で部活も一緒で、なおかつペア組んでたってことは仲良くなきゃやれなさそうだから、なんかいいのかなと思いきや、振り回されていたような感触を得ていて、今結婚と聞いても心から祝福できないというんだから、なかなかですよね。まあ、そこの、プライバシーの部分にちょっと勝手に推測するのは難しいのであれですけれども、まあ、なんかこう微妙な関係性があるんだなということがわかりますね。でそんな関係性なんだけれども、結婚式に行くべきかどうかと、で金銭マネーの問題も気にしてる。確かにそうだよな、難しいですね。で内山さんだったらどうするかっていう話ですけれども、前僕も確かに去年だったか一昨年だったか、そのいつものメンバーの一人が海外ウェディングをやるっていうことになって、結婚するってことになって、とある女性が結婚するってなって海外でやるってことになって、で僕はそもそも仕事のスケジュール中で行くことができなかったんですけれども、やっぱり海外とか何日か取らなきゃいけないから、でもそのメンバーのうちの、何人だったかなは行くっていうことになったんだけれども、その時確か台風、天気の問題でその飛行機が飛ばなくなっちゃって、
行くつもりだったんだけれども行けなかったっていう、準備はしてたんだけどダメだったっていうこともありましたね。だからとかく結婚式とか披露宴の行って人を呼んでっていうのはなかなか難しい問題を持っているんだなと身近なところから痛感しましたけれどもね。で、私のような状況になったら、まあ今の高校の仲間たちが結婚式やるって言ったらまあ普通に行きますけども、そういう微妙な関係性であればっていうことでしょうね。要は僕だったら気が進まないんだったら行かなきゃいいかなと思いますけどね、今の自分だったら。高校の同級生と会わずとも生きていけるしね。で、部活のメンバーはほぼ全員参加するっていうこともネックになってる感じだけれども、まあ人間関係も高校の仲間たちだけでその生きていくわけじゃないから、学校が終わったら仕事が始まったりね、もっと言えば大学の仲間もいるかもしれないし、社会人になってからの友達もいるだろうし、だからそこを気にしていくくらいだったら別に行かなくてもいいのかなと思っちゃいますけどもね。で、まあ僕の場合の話なんでそこで進めていっちゃいますけれども、嫌なら行かないと。で、どう嘘をついていくかって話になっていくと思うんですけど、なんで行かないのってことになるじゃないですか。その理由付けですよね。今だったらもう社会人であるならば、まあ、仕事でっていうふうに僕だったらしちゃうんですけど、まあ職業の内容によってもね、スケジュールの雰囲気とかも違ってくるでしょうから、僕は結構なんかコロ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 変わったりするし、その平日、土日祝日とかっていうのはあんまり関係なかったりするのでどうとでも言えちゃうんですけど、仕事の種類によっては難しいですよね。それがいや面倒くさいとか嘘とかは嫌なんだっていうんだったら、まあご祝儀とか宿泊費も払って1日ないしは移動も含めて2日頑張って何らかの筋というか何かを通すっていうことでこの微妙な関係性を維持するっていう感じですかね。その2つかな、僕が提案できるのは。はい、僕のアイデアとしてはこんな感じです。はい、ラジオネーム歯科矯正始めました25歳女性の方。なんか25歳女性の人多いですね。内山さんこんにちは。もはや悩んではいないのですが。え、悩んでいないの？内山さんに分析していただきたいことがありメールしました。まあ、分析させていただくコーナーとは歌っちゃってるもんな。私は大学から社会人にかけて3年間一人の人とお付き合いしていました。お互いに恋人ができるのは初めてで、人見知りで口数が少ない、何事も穏便に済ませたい性格が似ていたので気があったのだと思います。ですが付き合って3年が経とうかという時に振られました。私は考え直してほしいと伝えましたがダメでした。振った理由を聞くと、なんでかわからないが好きじゃなくなったからということでした。私は人の気持ちはどうすることもできないと思い受け入れました。別れてから3ヶ月後、まだ未練を振り切れずにいた時のことです。突然彼から連絡が来ました。好きじゃなくなった理由がわかったから聞いてほしい、家に行っていいかと。え？私は今更理由を聞いて何の意味があるのかと思いましたし、確かに会うと悲しくなると思ったので正直会いたくありませんでした。そうですよね。しかしもうあなたのことなんて振り切った、会うことも何とも思わない風を装うため会うことにしました。なんだかこの人難しい人だな。そこに現れた彼は、付き合っていた頃に私が選んだジーンズと私が彼の持っている服の中で一番好きだと言ったジャケットを着用していました。はあ、服装から考えて復縁の話かと思いきや、確かにね、好きでなくなった理由を話し始めました。そして帰っていきました。どういうこと？話が長くなりましたが、内山さんに分析していただきたいのは、この時の彼の服装にはどんな意味があったのかです。意味はなく、たまたま選んだ服だったのでしょうか。私には服装と話している内容に矛盾があるように思えて理解不能です。確かにな。たくさんの映画を見て演出の意図を考察してきた内山さんのご意見が聞きたいです。もし物語の中でこんなシーンを見たら監督のどんな意図を感じますか。内山さんにとってはどうだっていいことではあると思いますが。いやいや、これ番そういう体の番組ですからね、コーナーですから、それはそういうことじゃないんですよ。どうぞよろしくお願いいたします。これからも応援しております。なんか難しいな。しかも悩んではいないっていうのかね、悩んでないのかよって思っちゃうけどね。分析させていただくって言っちゃってるんだよな。
3年間一人の人とお付き合いしていました。大学から始まった関係性が社会人まで続いて、それこそ25歳から20代後半にかけて結婚って、なんかこう僕のそれこそ高校の同級生とかの周りを見てると一番幸せそうに見える雰囲気ですけれどもね、それがうまくいかず、性格もあっていたんだけれども、3年経とうかという時に振られたと。振った理由が何でかわからないが好きじゃなくなったから。はあ、なんかこれだけ切り取るとなんか他に好きな人ができたのかなって邪推しちゃいますけどね。どうだったんでしょうかね。で、人の気持ちはどうすることもできないと思い受け入れたと。で、また連絡が来て、会ってほしいと、家に行っていいかと。ここで確かにね、今更理由を聞いて何の意味があるのかとかね、会うと悲しくなると思ったっていうのもよくわかるんですけれども、ここでまさかのもうあなたのことなんて振り切って会うことも何とも思わない感をね、装うために会うことにしたと。ああ、家に来たんですかね、これで。うん、この辺の歯科矯正を始めましたさんのね、気難しさもこの辺に現れてますね。なんか、こう、微妙なニュアンスを持った二人カップルだったんですね。そこに現れた彼は、私好みの服装だったと。うんうんうん、服装から考えて復縁の話かと思いきや、好きでなくなった理由を話し始めました。それは教えてくれないのね。好きでなくなった理由は何だったかっていうのはね。何だったんでしょうね、気になるところですけれども。そして帰っていったと。本当にこんなことがあったのか、ちょっと難しい話だな。で、この時の彼の服装にはどんな意味があったのか。たまたま選んだ服だった。たまたまっていうのはちょっと難しいよね。何らかの意図というか狙いがあったことは明らかですよね。私には服装と話している内容に矛盾がある。確かに理解不能。僕もその点に関しては理解不能ですね。で、たくさんの映画を見て演出の意図を考察してきた内山さんのご意見が聞きたい。もし物語の中でこんなシーンを見たら監督のどんな意図を感じますか。これでいくしかないですね。こういうシーン、こんな映画あったかな。ちょっとパッとタイトルは出てこないですけど、でもこういう、つまり、うん、僕が映画を見ていてこういうシーン見たら、まあ外しの演出だなって思うでしょうね。つまりこう来るかなと思ったらあれ違うって来て、でそれもまたこうかなと思ったらなんか違うみたいな、こう右行ったり左行ったり右行ったりみたいな外し演出、ずらしというかはぐらかしの演出を感じますね。それによって、微妙なニュアンスをもたらす。この情景をどう捉えたらいいんだろう、どう感じたらいいんだろうっていうのを、混乱、観客に混乱をもたらすような微妙なニュアンスを、見ている人に与える狙い、演出意図を感じますね。だからどちらとも取れない。彼は復縁してほしいのかな、そういうお気に入りの服を着てきて好感を持たれたいのかなと思いきや、好きでなくなった理由を始める。右行くのかなと思ったら左に行く、そしてまた帰っていくって右行くみたいな、そういうこうずらしの演出、どちらとも取れない雰囲気を狙う。これがエンディングに来たりするとオープンエンディングみたいな開かれた終わり方、どう捉えていいか分からない、このこれからこのカップルがどうくっつくのかくっつかないのか復縁するのかしないのか分からないっていう感じかな。でもこれ現実なんですもんね。そこがあるよね。監督の意図を僕が見たらこういうふうに感じますね。なんかあるとしたらこうヨーロッパ系のその秋香里澄巻監督とかの映画に僕あるんじゃないかなと僕は勝手に思っちゃいますけど、あの人の香里澄巻の映画に出てきそうな、どうこれを捉えていいかわからないというような、そういう微妙なニュアンス、明るいんだが暗いんだが、暗いんだが明るいんだがというような、そういう演出を感じますね。まあちょっとこれくらいが限界ですね。ちょっとお納めくださいということで、いろんなお便りが来ています。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします。買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。
皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さよなら。